ちは、シエルです。先日ですね、可愛いコーヒーショップを見つけて、そこでねカフェしたんですけれども、そちらのコーヒーショップにコーヒーのねギフトだったり、あとはお菓子みたいなのもたくさん並んでいて、ついついいろいろ買ってしまったので、今日はそちらを紹介したいと思います。コーヒースタイル UCC という、そんなコーヒー屋さんです。コーヒーショップのそのなんかギフトコーナーみたいなところがすごい可愛くて、そう、思わずいっぱい買っちゃった。あ、オンラインショップもあるみたいですね。ちょっと見てほしい、皆さんに見てほしい。すごい可愛くないですか。こちらコーヒーなんですよ。コーヒーそれぞれに、どんなものと合いますよみたいな感じで書いてあるんだけど、こちらはですね、カフェオレで飲むコーヒーって書いてあります。こちらはですね、グッドナイトカフェインです、お休み前にということで、こちらの形のねコーヒーがねいっぱい並んでて、そう、すごいテンションが上がりました。こちらはねバラで買ったんですけど、こちらはムーミンとのコラボパッケージです。こちらはセット売りしてたんですけど、可愛くない？可愛くパッケージングされてます。こちら6個入りなんですけど、12個入りとかもうちょっとたくさん入ってるのとかいろいろあったんですけど、こちらからビターチョコレートに合うコーヒー、マイルド系のチョコレートに合うコーヒー、穏やかな夕刻に、朝のブレンド、休日のブレンド、午後のブレンドということで、様々なシチュエーションに合わせて飲むコーヒーということで、他には和菓子に合うコーヒーとかそういうのもあったんですよ。その中でこのムーミンとのコラボパッケージのものと、あと私はこちらのね2つを購入しました。なんか気分に合わせてみたいな感じで、そう、すごいいいなと思って。この形のコーヒーって珍しいですよね。ね、もうこの可愛さにやられてしまいました。店内で飲んだコーヒーもすごい美味しかったです。これカフェオレで飲むコーヒーってどうやって飲むの？ちょっとわかんないんですけど、このレギュラーパックコーヒーとかの、朝の目覚めにとか、爽やかな朝に、穏やかな夕刻に、お休み前にみたいな感じで、お休み前にはカフェインレスなんですけど、それぞれね苦味だったり酸味だったりコクだったりが違って、こちら一つで1杯分なんですけど、これにねおやつがついてるんですよ。コーヒー一つに対してこういうドリッパーがついてるんですよ。こちらのドリッパーをコップに置いて、でこのコーヒーを入れて、その上からお湯を注いでみたいな感じの飲み方です。なんか一杯コーヒー入れるのもすごい特別感があって、なんか楽しいね。というわけでね、今回ちょっとこのコーヒーを買ってみたんですよ。クリーミーなチーズに合うコーヒーとか、塩味系のチーズに合うコーヒーとか、あとは酸味系のフルーツに合うコーヒー、餅系の和菓子に合うコーヒー、あとはきな粉やタレ系の和菓子に合うコーヒーということで、いろんなコーヒーがある。本当は全部欲しかったんですけど、さすがに、コーヒーとは別にちょっとねおやつ系も買ってみました。はい、まずこちらチョコレートですね。一粒で幸せな美味しさ、高級ベルギーチョコレート 100%、 ドクターズチョコレートだって。糖質が気になる方や食事制限をされている方にということで、砂糖不使用のダイエット系チョコレートですね。続きましてもこちらもチョコレート、チョコレートオルガニコオレンジ&ペッパーという、こちらのチョコレートはいろんな種類があって、チョコレートかけるスパイスみたいな感じで、いろんなものがあったんですけど、そのスパイスの名前を見て全然味が伝わってこなかったので、当たり障りのなさそうなオレンジ&ペッパーというのを買いました。で、これはね私がすごい好きなビターチョコレートなので、私好みはこれかなと思ってこちらを選びました。カカオ 70%。 はい、こちらは私が大好きなレーズンサンドです。食べ応えがありそうなレーズンサンドです。はい、なんか高級感ありますね。で、もうこれ可愛くて買った。こちらはフルーツワッフルの、こっちがパイナップルで、こちらがレモンです。固めのワッフルクッキーにねフルーツが入ってるんですよ。ワッフル生地引いてフルーツ置いて、多分ガーンって焼くんだろうね。パイナップルの方はコーヒーショップでねコーヒー飲みながらこれ食べたんです。これすっごい美味しかった。なのでもう一個買ってきました。はい、という感じで、はい、こんな感じのフルーツワッフル。はい、というわけでコーヒーショップでいろいろと購入しましたね。可愛くないですか。可愛さにやられちゃった。せっかくだから一杯コーヒーを入れてみようね。お休み前にってまだ寝ないしな。朝のブレンド、休日のブレンド、午後のブレンド、いろいろあるね。どうしようどうしようどうしよう。ビター系のチョコレートに合うコーヒーと、あとこのねチョコレート食べたいと思います。早速じゃあ作ってみましょう。あれだわ、ムーミンセットの方はムーミンのドリッパー入ってた。かわいいねえムーミン。はい、かわいいね。はい、
じゃ早速作ってみたいと思います。こちらのドリッパーをマグカップにセットします。ちょっとマグカップが大きかったかもしれない。はい、今日はビター系のチョコレートに合うコーヒーです。はい、ものすごくいい香りです。はい、こんな感じで入りました。1杯分は140から 160cc お湯を少々粉全体にかけて約10秒蒸らした後、粉の中心より円を描きながら 2,3 回に分けて注いでくださいということです。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 そしたら 2,3 回に分けます。コーヒー入れてきました。 160cc って結構少ないんですね。はぁ、いい香り。いただきますって言いたいとこなんですけど、私猫舌だから飲めるかな。おいしい。私ブラックコーヒーよりミルク入れちゃうタイプなんだけど、すっごいおいしい。ビター系のチョコレートに合うコーヒーは、甘さ控えめのビターチョコレートに合わせて心地よい苦味と広がるコクをお楽しみください。カフェオレにもということなので、牛乳入れてもよかったんだね。では私が好きなチョコレート食べよう。高級ベルギーチョコレート 100% という、こう四角いのコロコロ入ってる。おいしい。砂糖不使用だけど結構甘みもありますね。おいしい、おいしい。うん、合うね。幸せ。こうやって家での幸せをさ、探さなきゃダメだね。こちらのチョコレート、オレンジ&ペッパーは板チョコタイプですね。パキッと割っていただきます。オレンジだ、オレンジ。後味がペッパーだ。うん、やっぱコーヒーの香りっていいよね。コーヒーチョコレート、コーヒーチョコレート止まらない。ずっと食べてられる。こちらのカフェオレとかは、なんかね、お湯と牛乳で割るみたい。お店でこのコーヒー買うとき10分ぐらいずっと悩んでた。わかりますかね、この可愛さ。なんかチーズに合うコーヒーっていうのも気になるね。オンラインショップもあるみたいなので、気になる方はこちらのコーヒースタイル UCC 調べてみてください。コーヒー飲まない日ないかなっていうぐらい毎日私はコーヒー飲んでると思います。今回はね、このパッケージの可愛さに惹かれて購入したんですけど、気分に合わせて選ぶのもいいし、ちょっとこうじっくりコーヒーを作るみたいなね、それはそれでいいなと思いました。というわけでね、こちらのコーヒーとともにお家での優雅な時間を楽しみたいと思います。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。